こちらの出やすい方が鳥が心配だね。ということで今日は何の日から、あ、早い練習待ち、ちょっと待って今日は何の日かな大丈夫かな、ちょっと待ってもう一回やる、もう一回今日は何の日かなということで、おせちの日です、今日は。よろしくお願いします。お願いします。リリン。下の石らしい海鮮いっぱいのおせち、毎年作ってるんですけど、今回はね、今町料理長がとっても手を込んだね、おせちを用意したいとおっしゃっていただいたので、特別なおせちを用意しました。どんなメニューかちょっと聞いてもいいですか？はい。全部手作りですか？はい、そうですね。ではイカの塩から、スルメイカの塩から。これはこのあたり、あ、これもかなちゃん大好き、ここ2つであとイクラもこんなにいっぱい、そうイクラの醤油漬け、タツクリね、タツクリ、昆布巻き、イカ、そう、これも美味しいよね、イカマツカサ、タコの柔らかい、美味しいよね、で、タイ、めでたい、で、これはこれブリの、ブリ、はい、ユーワン焼きになってます、ユーワン焼き、はい、出世魚なんで、ね、ユーワン焼き、エビはね、定番、これ車エビですね、車エビですね、これ私仕入れてきたやつで、これ数の子、ね、すごいいっぱい入ってる、4本、はい、私が一番ね、おせち好きなのはね、これミヤワビ、これ美味しいですよね、アワビね、あとこのおせちといえばさ、野菜の飾り切り、あれ、今町さんやったんですよね、そうですね、花人参、これ梅ですね、梅で花を1月、2月これってお家でもできたりするんですかね、そうですね、あの練習ちょっとすればお、うん、できるようにはなります、練習すればできる、はい、じゃあ今日は教えてもらおうかなよろしくお願いします、飾り切りを、はい、よろしくお願いします、いいですか、はい、せっかくなんでぜひね、お家で簡単におせち料理をチャレンジしてほしいなと思って、今日なんか一品作ってみようかなと思うんですけど、はい、個人的な趣味でアワビの煮アワビを教えてもらう、それ食べたいだけじゃない、食べたいですなんで今日は煮アワビとこの飾り切り、当店が誇る料理長今町さんに教わりたいと思います、お願いします、お願いします、はい、じゃあ今町さんのね、包丁がすごいから見てほしい、はい、見ていただいて、はい、すごい、なんか江頭さんが出てきそういや、包丁セットです、いろいろ柳葉とこういう、まあ、解体ショーの時とかみんなこうやってして、よく刺身で裏が使うのが柳葉包丁、あ、綺麗、ピカピカ、これがテッサ包丁ですね、そっか、山町さん、刃も専用の、刃も専用の包丁、かわいい、めっちゃ切れそう、鬼滅の刃、鬼滅の刃だね、これデバ包丁、あ、デバも綺麗だね、僕が18歳の時に買った包丁です、ちっちゃくなっちゃった、はい、もうさ、絵がすごい、絵が細くなってる、絵がほら、ここだけくびれができてる、天ぷらを揚げる時に天ぷら専用の鉢、太鼓叩くやつかと思った、これでこっちで、うん、みんなこっちで使う人がこっちじゃなくてこっちで、うん、こう揚げていく、へえ、花を散らせる天ぷら箸、そっか、散らしやすいね、そうそうそう、でこう混ざらない、グルテンを出さないように、なるほど、こう太くしてこう叩くような、たまに太鼓も叩く、叩くママさん、よろしくお願いします、お願いします、まず人参の形のいいやつを選んでもらい、うん、形がいいやつ、はい、うん、円柱に、あ、そっか、丸く向きたいので、はいはいはい、なのでこう形のいいやつを選んで、うん、で、まあ、5センチぐらいにカットして向きやすいサイズに切ります、なるほど、はい、切ったのがこちらです、あ、これがベースになるわけですね、はい、こんな感じで、これをかつら剥き、まあ、皮を剥くんですけど、丸く薄く皮を剥いてこう、まっすぐ、すごい、ほらほら、たらまっすぐ、段差がないよ、で、いきます、
つるつる。まあ五角形を取るんですけど、この取るときにまん丸な点を一個落とします。ここの真ん中に中心線に線を引くんですけど、この時にこうイメージでちょっとこういう感じで。うん、なるほど。そうするとここの点の引いたところを同じサイズで取っちゃいます。あ、難しそう。そうすると残りの2辺残るんで、同じサイズで2辺取ると、よく見るとここで五角形が。本当だ、本当だ、綺麗。で、これを今からまっすぐ、まあここの辺をまっすぐ取ります。向いた、そうですね、五角形に沿って、こういう風にして、その半円のとこを切っちゃうんですね。そうです。五角形、ちょうど、五角形が出来上がるので、はいはい、この辺を取ったところの真ん中に、2ミリぐらいまっすぐ、全部線を入れていきます、包丁。ど真ん中に。はい、2ミリずつぐらい、線を入れていきます。そうすると、この尖ったところをイメージして、うんうん、身は丸いので、うん、ここの頭のところをゆっくり抜いちゃいます。ほう。で、もう角をもう一回丸く。あ、切り込み線と切り込み線をつなぐように。そうです。片方ずつ。線のところ。ぎゅっと。へー、綺麗。なってきます。鼻にこう実際少しおせちのお花にするにはちょっと太めに剥きます。まっすぐこういう風にして、そうですね、これがあのこう飾りにする、この中心のところに少し包丁を入れます。ちょっと斜めに削ると、すごい花びらが出てきた。まっすぐ真ん中のところで決めます。入れます。きれい、すごい。これを湯がいて炊きます。これも片面だけ見せるもんだ。そうですね、見せるもんだ。ここだけ。そうですね、こっちだけを集めて何個も。きれい。どんどん言ってください。そうですね、このまままっすぐ。そうですね。はい。いいです。よく切れる包丁です。そうですね。2ミリぐらい、まっすぐ、そうです、それでストップして、はい、もう切れちゃった。大丈夫です、大丈夫です。結構さ、ちょっと硬いかなと思って、できないからね、はい、あ、でもいいです。これを何回もやればいいです。このまま、こうやって、すごいね、今までさん簡単そうにやってるけど結構力いるね。そう、硬いんで、ちょっと、ね、今までさんが作ったお花で一番難しいのは何ですか？これを立ってやると気境は難しいですね。気境？え、見たい。すごいね、なんかちょっとした刺し盛りとかにも季節感をこう添えてるんだね。そう、ちょっとずつこの季節、本当にこう使ったところが、これがちょっとちょんと気境のね、はい、これは全然違う。お刺身にこういうふうにしてみた。ここにわさび乗せて刺し盛りについてるやつ、こんな手間暇かかってたんだ。そうなんです。そうです、ちょっと削るだけで大丈夫。できてます。そう。あ、できてます。わー、なんかそれっぽいのができた。うん、上手。ねえ、人参もちゃんと食べようと思うよね。うん。たかしくん人参嫌いだからね、社長。じゃあ社長にはこれを。あ、すごい、これも社長にはレンコン、花レンコン、レンコンだ、これもレンコン。今のステップを見てからこれ見るとすごいですねこれもさっきみたいな感じで、この穴のこの間に包丁入れます。おお、なるほど、うん、ねえ、こんな早くやってるのすごいこういう風にして見ちゃいます。早い、早いね、面白い、早送りみたい。まあ、レンコンこのままみんなが取ってみんなこうして、これくらい、そうです、いいです。全なんだっけ、全集中
レンコンの呼吸。スースースーって感じだね。いきますよ。3、2、1。おー、いいじゃん、かわいい。覚えました。ありがとうございます。じゃあ、アワビ。すごーい。アワビいきます。わー、美味しそう。アワビをまず、たわしで、汚れが結構あるので、痛そうですね、アワビ。こいつを洗います。まあ、煮てこのままでもいいんですけど、砂がやっぱアワビは、あ、トコブシはないんですけど、アワビは砂を噛んでいる時があるので、一度、ここの穴のこう、開いていない方の、ここにヘラを入れてください。ここに肝があるので、こっちに肝があるんで、そうすると、ここに、このヘラを入れると、きれいに取れるので、このまま、わー、美味しそうな肝が。で、この肝も肝でいただきます。この口があるので、タワビにはこの口を取っちゃいます。あ、なんかイカみたいな。そうですね、タワビの口。はい、アワビといえばこっちの方の地方ではあれだよね、アワビの肝を食べると目が綺麗な子が生まれるっていう。私はこれをずっと根に持ちます。あのね、私が生まれるときに、あの社長がさっちゃんのために仕入れて食べさせたの。はい、タナのときはその仕入れてたアワビを思わず売っちゃったの。なんかちょうど注文が入って、冷蔵庫開けたら、お、アワビあるがやって言って売られちゃったんですよね。ってことはアワビを食べずに生まれたから、お姉ちゃんのが目が綺麗だっていう因縁をずっとつけられてる。今までちょっとね、溜めてた言うのをいつにしようかなと思ったんだけど、今日しかないよ。じゃあ、霜降り、ボイ霜降りします。あ、いい、ワイン入れます。これに、じゃあ、バッ、入れてください。じゃあ、これでさっと霜降ったら、もうこれぐらいでザルに。やっぱり煮物系はきつい。そうですね、あんまり強く長くやりすぎると切れ目が裂けちゃうので、なるほど、あまりやりすぎないようにしてもらって、そうです。で、これで、これを先に、そう、たっぷりなお水とお酒を同割ぐらい。同割で、はい、水と、そうです。入れます。なんで大根なんですか？そう、大根は、うん、こう成分ジアスターゼという成分があるので、アワビを柔らかく。一緒にゆっくりと炊いていきます。で、この大きさだとまあ1時間ぐらいゆっくり。1時間、はい、長いですね。そうですね、ことごとことごとずっとちょっとアクを取りながら、アクを、あ、すごい抜いてきた。アクを取っていただいて、これでことごとって火をちょっと弱めて、1時間経って、はい、いい感じですか？そうです、もういいですね、これぐらい。すごい、煮詰まってきた。竹串とかでアワビを持ってもらって、こうスーッと入っていくので、うわ、そうするともうかなり柔らかく。で、味付けは本来もう薄口醤油で、もうお酒がしっかり入ってるので、それだけで十分味は入っていくので。で、中にはみりんも入れる方もいらっしゃるんですけど、やっぱり固くなるっていう人もいらっしゃるので、僕はもう基本的にはみりんは入れず、こう薄口お醤油だけで、もう軽く香りだけこうつけて、はい、入れて、これで大丈夫です。これだけでももう昆布と昆布の味がしっかり出てるので、だしが、はい、喉取りに冷たい。完成。はい、できた。出ました、ニアワビ。はい、言いづらい。ニアワビ。ニアワビ。完成です。わあ、殻を使って。殻を。じゃあこいつにこっちでいきましょうか。じゃあ。じゃあ。わあ、柔らかそう。
完成しましたね。完成しました。ちょっとじゃあ試食してもいいですか。はい、どうぞよろしくお願いします。アワビ柔らかくたくたくと、じゃあお席にどうぞ。いただきます。今日は今町料理長に感謝をしていただきます。よろしくお願いします。あー美味しそう。飾り切りもちゃんと乗ってる。うん、いただきます。ありがとうございます。いただきます。柔らかっ、ごく、おいしい、うん、なんかもうお正月気分ですね、これ。入ります今回、はい、力作は何ですか。これはもう、みんなにとってまず、まあ、クジラ、うちもクジラがいっぱいメインなんで、クジラのこのローストあ、これクジラで作ってくれたんですね。そうです、クジラのローストビーフのちょっと食べてみようか。ちょっとなかなかお筋には入らない。そうですよね、はい、牛肉かと思ってた、はい、クジラのローストビーフ、ちょっと、うん、柔らかい、すごい、うん、同じぐらい。ありがとうございます。クジラ特有のこう香り、香りですね。そして美味しい、このソースがまたピリ辛で、すごく合います。あれ塩辛とか、塩辛って言ってください。残しといてよ。さすがにこの味全部食べませんよ。だからこれとこう日本酒で合わせて、ね、いろんなお酒置いてね、楽しめますね、うん、そういうお正月いいですよね。ね、お正月まもなくですよ。もうこれ放送公開するのが多分12月中になっちゃうと思うので、もうあと1年足らずで忘年会が全然予約入ってないですね。少ないです、本当に少ないですね。少人数で遊びに来てください。ねえ、ちょっと12月毎年この時期はバタバタしてるけど、もうちょっとゆっくりね、もう全力にいける、一人一人のサービスを、はい、満足してもらえる、ね、頑張ります。もし名古屋に遊びに来た際には錦店遊びに来てください。すごいフレンドリーなのでカウンターにいつもお願いします。今回ね、このおせちの他にもあと2種類用意していて、大家族用に3段と、あと YouTube でいろいろとこう今まで私創作料理をしてきたんですけど、それをね盛り込んだ魚屋の森おせちもありますので、ぜひ概要欄の URL の方からチェックをしてみてください。皆さんにいい年が訪れますようにという願いを込めてみんなで作りましたので、ぜひお願いします。はい、ということで今村さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、バイバイ。はい、ということで今日はね、一段重のおせちの写真撮影です。じゃあね、今から最後皆さんにね、一押しのメニューを紹介しながら詰め込みの最後をしていこうと思います。動画でも大人気だったクジラで、私が一番好きなメニューを選んでみました。クジラのレアステーキ、あとは当店話題沸騰中のタチウオのかば焼き、これもねたっぷり3貫詰め込んで、もうこれはね、うちのおせちならではだろうね、タチウオのかば焼きが入ってるなんて。こんな感じで、あとは結構珍しいひずなますとかね、たらこの煮付け、まあ、魚屋らしいメニューがいろいろ入ってて、ボリュームもちょっと抑えてあるので、お一人でもね十分食べてもらえる量かなと思います。こんな感じで撮影この一段のおせちは全国どこでも配送できるようにね、いろいろと梱包も考えてメニューも考えたので、ぜひ皆さん概要欄の方からチェックしてください。良いお年を。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。お時間があればこちらの動画もおすすめです。それではまた見てくださいね。バイバーイ。